お疲れ様です。えー、今ね、ガーシーの裁判が行われてるみたいですね。執行猶予がつくのか、それとも実刑になるのか、まあいろいろと予測は立つわけですけども、まあ、やったことって YouTube で喋っただけですからね。しかもその YouTube もあっという間にアカウントバーンされたんですよ。それが国際問題といいますか、国際指名手配になって実刑を食らうほどのものなのかなと思っちゃいますけどね。で、い、え、ろ、ー、んな解説の方が言われていたんですけども、あの、 どんな態度で望めば執行猶予がつくんでしょうかみたいなところでね。解説の法律家とされてる人が、あやっぱりね、スーツを着ていったりとか、あ強らしい態度を取れば、裁判官も人間ですから、量刑は重くなることはないでしょみたいなこと言ってたんですけども、あの、何なんですかね法の下の平等ってのは。裁判官も人間ですからって言って、個人的な価値観で左右されてしまったら、 平等で公何なんですかねなんか申し訳なさそうに見えたら刑は軽くなるけど例えばあのちょんまげで言ったらダメなんでしょうねきっとちょんまげって言っても江戸時代の清掃じゃないですかその格好で言ったら認められなくってあれだったら石器時代のね政争だったらどうですかねなんか結局スーツにネクタイだったら申し訳なさそうに見えるってのは単なる裁判長のね、うん、個人的な印象のような気がするんですけどもね 何か YouTube の謝罪動画ってありますけどもあれは何かね本当に謝ったうちに入らないとか言う人もいますけどもそんなの本人が思うことじゃないですかそんなのねまあということでございましたまあ山口陸楽しみですねなんか結びつけた人っていうからエホバの商人さんかと思いました山口陸まあ当時は憧れのね お、この人は大金持ちでものすごい稼いでるんだろうなと思いましたけども一体今どうなんですかね、うん、憧れの山口陸一体どういう道を辿るんでしょうか楽しみですいってらっしゃい